主砲藤浪晋太郎、メッツ藤浪晋太郎投手29がマイナーキャンプに合格になったと23日日本時間同日深夜ニューヨークのテレビ局 SNY などが報じた。今季からメグンに移籍した藤浪はここまでオープン戦5試合に登板して防御率 12.27、 制球難を露呈する場面が目立ち、開幕メジャー入りへアピールすることができなかった。昨季はアスレチックス、オリオールズでプレーした藤浪はオグンから FA となり、今年2月にメグンと年俸335万ドル、約4億9600万円。契約時、の1年契約で合意、登板数に応じて最大85万ドル、約1億2600万円、の出来高がつく契約を結んだ。オープン戦では結果を残せず、米メディアでは開幕メジャー入りは難しいと報じられていた。最後はオリックスかな。オープン戦5試合登板0勝1敗21。防御率 12.27。阪神タイガースへ戻ってきてよ。ポテンシャルは日本一なのにな。先発やりたい欲さえ封印すれば手を挙げる NPB 球団はそこそこあるだろう。怪我しないのはすごいよな。やっぱ球抜けるのがきついよな。藤と筒香は争奪戦になるだろうな。阪神で待っとるよ。まだまだ這い上がってくるだろう。応援してるんだけどな。もっとメジャーで投げてる姿見せてくれ。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。